心の柔和な自立だったお方で、自立を受け入れる人は罪が取り、聖書の言葉で、罪を犯す人の受くべき報いは永遠の地獄です。心の汚れているもの、いや、ここは難しいですよ。それで自分で落ちたスイングなんで、立派なスイングが。あ、止めちゃった。親割って？いや。でも、結構、重ね距離。でも、時間、重ね、重ね。でも、あそこまでのことは思えれば。あの、落ちやがって。